はい、どうもこんにちは、ジンポンチャンネルです。今日も9手詰めの問題出題します。30秒後に回答を流しますのでよろしくお願いします。今回の問題の解説ですが、桂馬を軸にして飛車をぐるぐるこんな感じで回すと詰みます。